目を覚める。もう限界だ。ポタコ、勝ち負けじゃない。鳥の末に知らんとするが、その泣くよ。人の末に知らんとするが、その意味。誰かに任せればいいじゃないか。俺たちには止める。俺は何も失うものはない。お前は雷だ。光を放つことはできる。悪かった、お前はね。あの世で会いましょう。命の限り以外務めを果たすのだ。君たちの失敗は世界の人類の終焉を示す。行け！注射をずっと避けてた。まさかこうなることが分かっていたの？いや、注射が苦手なんだ。それでチームワークを乱していたの？みんなのデータ、ウェアラブルコンピューターで掴んでたけど、どうしても遅れが生じてしまって。それでどうでもあなただけ無事だった。ああ諦めた。ジョニー、弾が足りない。大丈夫、トレビンからもらった。知らず、私随分とひどいことを言ったわ。いいんだ。いつもお腹の具合が悪いのも、ナノマシン制御がなかったから。だけど、注射嫌いのあなたが、なぜ私の舞台に？君のそばにいたかった。君を守りたかった。ジョニー。メリル。ずっと好きだった。モセスの独房で、初めて君を見た時から。メリル、結婚しよう。こんな時によく言うね。どう言えばいい？いいえ、そういうのは嫌なの。結婚しない主義なの？じゃあ、婚姻届は出せない。ダメ。なら一緒に暮らそう。どうだ？ダメ。メリル、これじゃダメかい？いいえ、私流にしたい。ジョニー、私と結婚して。え？もう一度言うわよ。私と結婚しなさい。こちらこそお願いします。
浮気は許さないのよ。もちろんさ。それと結婚式はちゃんとあげてよ。子供の頃からの夢なの。そのためにもジョニー、必ず私を連れて帰って。スネーク、この先は俺が行く。サーバールームへは俺が行く。この先はマイクロ波が流れてる。俺だけで十分だ。俺の体は機械だ。俺ならお前の体が機械でも心は人間だ。お前にはまだなすべきことがある。彼女のことはもういいんだ。ライデン、俺の目を見ろ。
若さを大事にするんだ。お前ならまだやり直せる。ここからは俺の役割だ。俺たちが世界を狂わせた。お前の人生さえも。俺にはそれを止める義務がある。分かった。俺はここで奴らを食い止める。いいかい、ウイルスを注入するまで持ちこたえてくれ。内側からロックしろ。
範囲が広すぎる。クルーの着火。違う。まさか。ナオミ。ダコ、どうした？衝動が消えていく。スネーク、ハル、きっとあなたたちね。聞いている？あなたたちが注入したウイルスは GW を媒介して AI ネットワーク全体を死滅させた。 GW を含む4つの AI、そしてそれらを統合する AI、ジョン・ドー。すべてが消えたとき、この映像が流れるようにセットした。サンズ・オブ・ザ・パトリオットだけじゃない。愛国者たちはナノマシンを利用して、すべての国民にこのシステムを導入するつもりだった。私には、それを止める責任があった。サニーの力を借りたわ。彼女は自分の力が GW を静止させあなたたちの役に立つと信じて協力してくれた。対 AI のフォックスダイ、ウイルスの名前はフォックスアライブ。そう、私がかつて作り出してしまったナノマシンとは逆の発想のもの。囚われたフォックスたちを生かして野に解き放つという願いを込めた。私はもうこの世にいないでしょうね。変な気持ちよ。死ぬ前に死んだ後のメッセージを残すなんて。ハル、聞いてるかしら。あなたを、あなたを騙してごめんなさい。あなたを騙したこと、それが一番辛かった。だから死ぬ前に謝りたかった。でも私にはそれさえも許されなかった。
ナオミ。でも私はあなたのおかげで生きる喜びを感じることができた。ありがとう。ハル。ナオミ。無垢な子供に帰った。新しい夜明けが来る。これからは新しい運命を築けるのよ。スネーク、もういいのよ。もうすぐバラが散る。スネーク、スネーク。